はい、どうも、小川です。今日はね、白猫プロジェクトにおいて、皆さんに報告がありますと。この画面をね、見ていただければね、わかるんですけど、見事ね、リベータさんをゲットしたわけです。その動画をね、さっきね、撮ってたんですよ。だけどね、またもやね、うちのパソコンちゃんがね、やってくれましたよ。録画をね、ミスってくれてたんですよ。録画できてませんでしたと。なんか知んないけど、強制終了かかりましてね。いやー、しんどかった。でね、まあここで皆さんに問題なんですよ。クイズミリオネアの時間ですよ、これ。このリベータさん当てるまでに何連かかったでしょう。A。1回目。1回目に出た。B。10連目。C。20連目。D。40連目。どれでしょう？シンキングタイム。オーディエンスはなし。テレフォンもなし。ただ、50-50 は、使います、ここで。半分選択肢消すんで、B と C が消えますね。だから、1回目に出たか、40回目に出たかの2択。まあね、あえてこの先は僕は言いませんよ。答えはあえて言いません。その録画の時間ね、2、30分くらいかかったんかな。本当にね、ショックでしたよ。多分あれは本当に、親父のエロ本を小学校の時に見つけた時以来ショックでしたよ、本当に。結構、こうね、15連続銀が出たりとかね、波乱万丈だったんですけど、いやー、もうリベーターちゃんが出た時なんかね、喜びすぎてすげー顔してたんですよ、本当に。みたいな。こんな顔してたのも、消えてしまったんで、本当にね、悔やまれるんですよね。いやー、本当にショックがでかすぎる。いや、チャンネル登録してくれた人もね、いたんで、まあ、せっかくなんで、やっぱ無理をして課金して、ガチャをね、回してね、ちょっと面白い動画撮ってたわけですよ、本当に。それがね、一瞬にしてパーになって、いやー、これちょっと落ち込みますよね。だいぶ今精神的ボロボロですよ、俺。皆さんが思ってるより精神的来てますからね、今。多分これうつ病ですよ、はっきり言っても。まあね、でも、ガチャに頼らんと面白い動画できんのかと。そんなわけないじゃないですか。俺別にガチャガチャ回さなくても、大丈夫なんです、多分。だから今後はガチャはね、もう多分本当に回せないんですけど、まあね、もっと今後面白い動画作っていくんで、良ければね、そちらの方もね、ご視聴いただければ、嬉しいなと思います。はい、今回はね、この辺で、終わりたいと。あ、その前に、まあ、リベータちゃんもミカエラちゃんも多分もう4突する予定なんで、できればね、これを見てくれた方、一緒に協力、行きましょう。本当に。協力しましょう。でね、まあ、フォローしてくれたらね、なるべくできる限りフォローしたいと思うんで、フォローしてほしい人はね、いや、いや、なんでもないです。とにかく協力しましょうってことです。はい。はい、今回は、この辺で終わりたいと思います。次回もね、良ければ、ご視聴ください。